宰治文学サロンでは企画展示太宰治の戯曲冬の花火と春の枯葉を開催しています。生涯で約150作を残した太宰治の作品において、実は戯曲は数えられるほどしかありません。特に太宰治の筆名を用いてからは、昭和16年に刊行された新ハムレットが思い浮かぶところですが、この作品は読ませることを目的に脚本形式で書かれたレーゼドラマになりますので、太宰治にとって本格的な戯曲と呼べるものは冬の花火と春の枯葉2作品といっても過言ではありません。この2作品には太宰の目に映る戦後の社会と心境が映し出されています。またタイトルに全く対極の記号を用いているのも注目すべき点で、世間と太宰の思想の乖離を物語るかのような悲壮感を作品全体に漂わせる効果をもたらしています。さらに本展の最大の見どころは、太宰治の戯曲創作についてはもちろんのこと、青森県近代文学館や日本近代文学館から提供を受けた弟子や知人への書簡です。とがきとセリフで構成される戯曲は語りの名手太宰治を苦しめました。特に春の枯葉については、編集者の岸山寺に冬の花火よりも少し長く倍くらい骨を折ったといい、苦闘の跡をにじませる様子が書簡から伝わってきます。また弟子堤重久への書簡には、疎開生活を終える決意を固めた太宰の決意表明ともいえる側面や、春の枯葉という三幕悲劇も書くつもり、それが済むといよいよ人間失格という大長編に取り掛かるつもり、これだけでも30代の仕事いっぱいというところですという記述から、この頃すでに最晩年の代表作人間失格の制作を起とし、戯曲と長編で30代を全うしようとしていることがうかがえ、興味深い資料です。戯曲創作中の意欲はもちろん、後に無頼派と称され、時代の第一線に押し出される太宰を予見するかのような社会への反骨心が感じられ、後期の三鷹時代につながる重要性を帯びていることがはっきりとわかります。語りの名手太宰治が苦しみながらも生み出した戯曲を当時の心境を交えてご紹介しています。時には小説から離れて太宰治の戯曲の世界をお楽しみください。